モビロンです。先日池田先生の誕生日がやってまいりました。それに伴いファンの方々からたくさんのプレゼントが届いて、いややっぱすごいなって思いましたね。動画も開けるだけなのに笑っちゃいましたよね。すごいな、おもろいな。で、今日の夜に池田先生と会う約束を前からしてて、会いに行ってちょっと会う約束をしてたということなんですけど、今日の夜なんですよね。でまだちょっと時間があるんで、プレゼントを買いに行こうかなと思います。なんでプレゼントを買おうかというと、あの先日のライブ動画の中に僕に対する彼から僕へのメッセージが込められてました。皆さん分かりました？イケシンからモビロンへで、あのメッセージ、これ何かっていうと、下着をいつ買ったらいいかわからない、下着を買うタイミングがわからないっていうことを言ってたんですよね。あれは今日僕に会う前に動画を出したということは、僕に下着を買ってきてくれっていうことだと思います。いや、彼は素直に言える人間じゃないんで、ああいう形で動画を通して僕に対してメッセージを送ってきたんだと思うんですよ。なのでちょっといろいろとおパンティーを物色して購入して、よく似合うやつを探してこようと思います。それで今日の夜彼に渡して、喜んでいただこうと思います。神々ですが、以上です。あ、着きました。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。池田さん、いや、そんなこんな夜にありがとうございます。わざわざありがとうございます。こんなとこまで来てもらって、はい、今日どうぞ座ってください。はい、どうぞ。失礼します。どうぞ。この間の動画で、開封動画、はい、あ、ライブ、そう僕のそうそうそう、あ、メッセージ、わかんないです。いや、送りましたよ。いや、モビロンさんのこと考えてライブ一回もあの時してる。いやいや、絶対そんなことないですか。あの、何なんか言いました。はい、そのメッセージ通りプレゼント買ってきました。え、何のメッセージ、まず何のメッセージ見てください。もう見たら分かります。これ、あれ、下着欲しいって言ってたよ。あ、僕ね、下着買わへん言って、うん、買うタイミングわからない。そうあれは、はい、今日俺に会うために、はい、俺に買ってきてくれって言ったんちゃうの。これ、うん、これ、うん、これ金玉出ますやん、これ。出るって。いや、でも僕これ金玉でかいっすから。あ、本当。袋でかいんですよ。色違うよ。いや、どっちが好み？どっちかって。どっちかって赤。赤。勝負パンツ。そうしたらこれを海外に行くときに、はい、ケツ穴を締めて、はい、これ履いて、魚をバンバン釣ってくる。決まりますけど、もうこれ履くんやったら、履かへんの。いや、でも店員さんキュッてなるって言ってましたよ。なんかピチピチらしい。あ、そうなんですか。うん、でもこれ、女もんでしょ、こんなん。いや、これメンズ。そう？メンズの M サイズ。うん、欲しい普通の下着で店員おすすめでした。うん、俺もドキドキしながら。分かりました。じゃあ、あのこれ視聴者プレゼントで。マジか。もうこっちだけね。こっちは履いてください。いや、ペアルックなるんだ、それ。じゃあ俺が履きましょうか。気持ち悪いんで。ここで返します。
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあね、パンツパンツ。本当にパンツなの？うん。ちょっと履いてきてみたか？俺も履くで。返すけど、返すけど。履いた後、返すけど。全然いらない。DM だけ出せ。いやいや、これやばいでしょ。ちゃんと、ちゃんとなってんじゃん、これ。袋にね。うん、まあまあ、あ、伸びるから。実用的じゃん。じゃ拳入るから。うん、入るよ。まあまあまあ。そんなでかないやろ。でかないんですけど、うん、あの袋だけは一応前に容量でかい、うん、指定ゴミぐらい結構高いです。そうなんです。1800です。そう、うん、1個ね、めっちゃ高いしね。俺躊躇してやる。なんでなんで2つ買ったんですか。いや色違いがいいから。いやもうあの一歩間違って一歩間違って履いたらどうしようかなって。すげえ、すげえ欲しがってたものかもわかんないじゃん。いや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 、もうちゃんとしたの買いましょうよ。意外と気に入ったりして、うん、キュッてくるかもわからない。どうなんだ。だから、ほらさ、まあ、私経験ないですからわかんないです。これジャンプするときさ、すんげえ、うん、っていくかもわかんないじゃん。だって試してないでしょ。試してわかんないです、わかんないです、うん、いろんなブーツ試すのと一緒だって。これあ、マジックソール的な。そうそうそう、わかりました。ここに一回マジックソールちょっと挟む、薄く切って入れてからやるとポジションええな言うて。ここにやらなかったどう考えてもここで盗んだやつだよね。ちょっと取られてますやん。え、あ、そうか、大丈夫、一部始終やる、大丈夫ね。袋からちゃんと出して、そうです、免税し。荷物少なくなるからいいです。そうだね、ちっちゃい。めちゃめちゃはかどるっすよ。ね。